Ita, Tosa. Kieta. Nan datta no? Ano magamagashii kūkan no yōna mono wa. Nioboe ga aru. あの女のエヴァの力だ。へえ、元手下だけあって信憑性が高そうな情報ね。うわ、怖い怖い。やい、からかうのやめた。ここまで進めばきっと父さんにも会える。 なんか、獣っぽい声がする。上よ！
母さんのボクサツ術っていうのもびっくりしたけど、まさかサキがこれを受け継いだなんてね。でも、お母さんにはまだまだ。母さんの祝いに熱血強烈で終わらせる。っていうか、なんで今更使い出したし。習得してから実践で使うつもりだったんだけど、これで終わらせる。その前に、
サキちゃんさ、なんだよ。エヴァの手下だったくせに、よく何事もなかったかのように振る舞えるよね。アヤに甘えすぎなんじゃないの？そんなこと分かってるよ。私がお姉ちゃんの優しさに甘えてるだけだって。この先は進むわ。職員エレベーターか、荷物用エレベーターとかあるはず。とりあえずこの階にはいなそうだし、別の階に行ってみようよ。どうかしたの？え？なんで？なんかさっきから焦ってるから。もしかしてレイに何か言われた？
ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。お姉ちゃん、私お姉ちゃんのそばにいていいのかな。何それ、どうしたの、いきなり。ごめん、やっぱ何でもない。早く上に参ります。ほら行こう。なんか先が変。お姉ちゃんしっかり。あんたは妹の様子がおかしいときどうするの？無視する。元気のいいワンちゃんね。よっ、サキ、シュキ、お兄ちゃん。もしかしてサキちゃん、愛しいママのとこに行きたくて死に急いでる。お姉ちゃん、父さんに教わった力。お姉ちゃんを殺すつもりで刃を向けた。なのにこれで終わらせる。お姉ちゃんは私を殺すどころか救ってくれた。どうしてそこまでしてお姉ちゃんは私と一緒にいてくれるの？どうしてって、うっせ、家族だからかな。そんだけ家族ってそういうものだし、怖いのか。切り刻むだけ。ずっとそんなこと考えてたの？エヴァの呪いは解けたし、サキは自分の意志で一緒に戦うって言ってくれた。これで終わらせる。それだけで十分だ。アヤは甘いね。呪いなんて曖昧なもの、またいつ復活するかわからないよ。そんなこと気にしなくていいんだ。これで終わらせる。たった一人の可愛い妹なんだから、どんどん甘えればいいじゃない。こうして生きていられるうちにね。お姉ちゃん、お人よし。何？何でもない、ありがとう。父さんに教わった力。何が家族だよ。可愛い妹だ。やたらすばしっこい奴らだったな。資料化する前に教わった力。父ちゃん、お兄ちゃんの下心がね。まとめて叩き切る。Thank you.
これで別の階に行けるかな。レイ。ん？私はお姉ちゃんと一緒に戦う。戦ってお姉ちゃんの力になりたいんだ。それに私はまだお前のことを信用したわけじゃないからな。ふん。ま、いいんじゃないの？せいぜい油断しないようにね。嫌味なやつ。ほら早く。はーい。このエレベーターなら地下に行けそう。また押し間違えたりしてない？あやってば機械音痴なんだから。してないって。え、お姉ちゃん機械音痴なの？違います。ちゃんと端末も扱えてるじゃん。137号です。隣にいるのはターゲットのアヤとサキです。なぜ今すぐ殺さないのでしょうか。標的はすぐそこにいます。137号は主の命令に背いています。任務放棄とみなし137号を殺処分すべきかと。殺処分が妥当と判断。137号の殺処分を実行する。待ってたよ、アヤ。あんたは、よくも、姉貴を、あんたを倒して、あんたの心臓で、姉貴を生き返らせるんだ。お姉ちゃん、ここは私が。お姉ちゃん、サキ。わかった。なんだお前。人は死んだら生き返らない。残された側は寂しくたって乗り越えるしかないんだよ。お前にはお姉ちゃんがいていいな。お前は少し前の私と同じ。お前の孤独は私が一番理解してる。だから私が、お前のお姉ちゃんに殺してやろうか。お前に用はない。あのクソ女をやらせろ。そんなことさせない。
私がお前を止めてやる。なんだ、ずっとそこに。いつまでもお姉さんと仲良くね。なに？あれ、サキは自分へのけじめを果たしたんだよ。けじめか。あれは父さんが入っていった壁と同じ。私たちを呼んでいるつもりなのかな。探す手間が省けたけど。ごめん、私ちょっと野暮用できちゃった。レイ、どうかした？行こう、お姉ちゃん。え、ちょっと、さっき。大丈夫、すぐ追いつくから。わかった。死ぬために生まれたゴミの分際で人間らしい死に方しやがって。って言ってもしょうがないか。アヤのためにその体使わせてもらうよ。なーに、もう来ちゃったの？早すぎるのは嫌いよ。